こんにちは、リバティです。ニューヨークの街歩きシリーズ、今回はニューヨークの名所の一つ、ブルックリンブリッジに行きます。ここはニューヨークのローワーマンハッタンです。正面に見える背の高い白い建物はマンハッタンミュニシパルビルディング。日の光が当たっていて綺麗ですね。ミュニシパルとは自治体のという意味で、すぐ近くにあるニューヨーク市庁舎に関連する機関や部署が入居する市営のビルになっています。今から100年以上も前の1914年に完成した歴史的な建築物で、40階建て、高さは180メートルです。完成した当時はニューヨークで3番目に高い建物だったんだそうです。今日はここからブルックリンブリッジを歩いて渡ってみたいと思います。ちょうど街路樹の影になっていて、ブルックリンブリッジがここからはよく見えません。もう少し進んでみましょう。これがブルックリンブリッジの入り口です。遠くに見えるのはブルックリンブリッジの巨大なタワーの部分です。今回はあのタワーを越えたブルックリン側まで歩いていきますが、距離にして2キロほど、徒歩だと入り口など前後の部分も合わせると30分ほどとなっています。景色を楽しみながら、あと写真を撮りながら歩いていくともっとかかるかもしれませんので、ブルックリンブリッジを渡る前にはお手洗いなどを済ませておくと良いでしょう。音楽が聞こえてきています。わかりますか？これはストリートベンダーさんが流しているものです。中東系のアラビアンな音楽のようですね。ニューヨークには世界中から様々な人が集まっていますので、街角で聞こえてくる音楽も様々なんです。走行していると今度はアメリカのポップミュージックが流れてきました。自転車に乗っている方が流しているようです。今度はベンチに座っている人たちが左側に見えますが、何やらドレスを着ています。2人の女性がいて、1人は薄ピンクと白のふわっとしたドレス、もう1人は青いドレスで肩が出たセクシータイプのドレス。共通しているのは2人とも頭の上にティアラを乗せていて、まるでお姫様のようですが、ブルックリンブリッジの橋の入り口にこんなゴージャスなドレス姿の人がいるのは珍しいので、何かの撮影なのかもしれませんね。その横を自転車や徒歩の一般人が普通に通り抜けていきます。それではいよいよ本格的にブルックリンブリッジに入っていきます。橋に入って入り口すぐ右手にはペースユニバーシティという大学があります。大学の向こう側に見える背の高い建物は、外観が女性の腰のラインのような曲線が印象的な建築物です。これは2010年に完成した高層マンションで、ゲイリーによるニューヨーク、ニューヨークバイゲイリーという名前の建物なんです。設計したのはもちろんフランク・ゲイリーさん、現在世界で最も有名な建築家の一人です。建物なのに飛行機や自動車のような流線形が印象的な外壁なんですが、ここに使用されているのはステンレスです。そして実はなんと福岡にある東洋ステンレス研磨工業さんによるものなんだそうです。ブログの方でこの建物の写真をご紹介したところ、福岡の民放の RKB 毎日放送のディレクターさんから画像使用依頼のご連絡が来たんですね。その際に、実はこの外壁は金属研磨技術で世界一という東洋ステンレス研磨工業さんによるもので、当時のそのディレクターさんのお話ですと、福岡の町工場さん、そこがなんと5000枚という大量発注に納期の遅れなし
不良品なしで対応したということも非常に評価されたんだそうです。素晴らしいお話で、このビルを見るたびにこのエピソードを思い出しています。ニューヨークはもともと建築物も様々多種多様です。振り返ってみると、歴史ある建物、最新デザインの建物、本当にいろいろな建築デザインを楽しめる街なんです。先ほどのマンハッタンミュニシパルビルディングも100年以上も前の1914年にできたとは思えない建築美になっています。歴史を感じるといえば、このブルックリンブリッジもまさにそんな建造物です。完成したのは今から140年ほど前の1883年、長さ1834メートル、約2キロ弱というとても大きな吊り橋。そう、これは吊り橋なんですね。完成した当時は世界最大の吊り橋だったそうです。イーストリバーの上空を越えて、その名の通りブルックリンとマンハッタンを結んでいます。ちなみに1903年にブルックリンブリッジの記録を 4.5 フィート、つまり 1.4 メートル弱上回って世界最大の吊り橋になったのが、このすぐ近くに作られた同じくマンハッタンとブルックリンを結ぶウィリアムズバーグブリッジだそうです。先ほどのゲイリーによるニューヨーク、やはり流線形が美しいですね。東洋ステンレス研磨工業さん、素晴らしい外壁、本当にありがとうございます。さて、ところでこのブルックリンブリッジ、他の橋とは大きく異なる特徴があるんです。それがこのご覧の通りの歩行者専用の遊歩道です。英語で言うとペデストリアンプロムナードと言います。橋に入ってしばらくはこの歩行者専用の遊歩道の足場はコンクリート製になっているんですけども、そのうち木製の板になっていきます。木製の板の合間から下がちらちらと見えるんですけども、最初は下の車道、行き交う車が見えます。そしてイーストリバーに入っていくと川の水の様子が見えてくるんです。高いところが苦手な人は下を見ない方がいいかもしれません。私も高所恐怖症なので少し怖く感じるんですけど、怖いもの見たさでついつい下を見て覗いちゃうんですけども、川の水面がキラキラと太陽の光とかを反射しているととっても綺麗なんです。さて、それでこのブルックリンブリッジ、まず最初に知っておいた方が良い大切なポイントがあります。このペデストリアンプロムナードは自転車用と歩行者用に分かれているということです。右側が歩行者で、左側が自転車。また歩行者用の右側の道を歩くときも気にかけた方がいいのが、さらに右側が進行方向を歩く人用になっているという点です。つまり反対側から歩いてくる人は逆側から見た右側通行となります。ただし歩行者用の道は記念写真を撮影している方々や、右左関係なく空いているスペースを早足で歩く方々もいますので、臨機応変に道を譲っていくことになります。なお、歩道にはピクトグラムといって人の形や自転車に乗ってる人などの絵が描かれているので、そこでどこを歩いたらいいのかを再確認できるようになっています。夕暮れ時なのでうっすらとした青空と日が沈むことで影ができてきていまして、この時間にしか見れない景色になっています。勢いよく走ってくる自転車もあるので、歩行者用のエリアを歩いていっても背後から来る自転車などには気をつけるようにしていきましょう。ちなみにペデストリアンプロムナードの両サイドには片道3車線の車道が通っています。かなり幅広い車道なので、1日の交通量はイーストリバーを渡る橋の中では2番目に多いんだそうです。ちなみに1位はベラザのナローブリッジといって、スタテン島からブルックリン側を結ぶ吊り橋です。アメリカ国内最長の吊り橋なんです。ところでこのベラザノナローズブリッジには歩行者専用の遊歩道はついていないので、人は渡ることはできないんですけども、ブルックリンブリッジのお隣にあるマンハッタンブリッジなどにはついています。で、この周辺エリアの橋にも歩行者専用の遊歩道がついているところがあるんですが、通行人の数や歩いて渡る人の数ではブルックリンブリッジがダントツでナンバーワンなんだそうです。それはなぜでしょうか。このブルックリンブリッジの歩行者専用の遊歩道はとっても楽しく気持ちよく歩いて渡れる構造になっているからなんです。まずこの歩行者専用の遊歩道は車道よりも18フィート、約 5.5 メートルも高い位置にあります。その構造により車の排気ガスや騒音を受けずに済むようになっているんです。普通は車道の横に歩道があることが多いので、こういうブルックリンブリッジのような構造の橋はなかなかないんですよね。
そして車道よりも高い位置にあるので橋の上を歩きながら見える景色は360度、視野を邪魔されることなく周囲の景色を楽しめるようになっているんです。詳しくは橋の中心部分に行った際にお話ししますが、気分はまるで空を飛んでいるかのような感覚になります。どうしてこういった構造になっているかというと、この橋は単なる橋ではなく、レクリエーションとリフレクション、つまり日常生活から少し離れてこれまでの自分を振り返り内省する場にしたいという設計者の願いからこのような建築デザインになっているんだそうです。まるで禅寺のような発想というか、まあ橋としては非常に興味深いですよね。走行しているうちにだいぶ進んでまいりました。夕日が沈もうとしていますね。このブルックリンブリッジ、朝や午前中に渡ってもお昼に渡っても素晴らしい景色を楽しめるのですが、夕焼け時のオレンジ色の時間帯は夕日が斜めに差し込んでいるのもあって、さらに美しくロマンチックな景色になります。それもあって今回は皆さんにも素敵な景色をお届けできるように、この夕焼け時のタイミングでブルックリンブリッジにやってきました。だんだんと正面の巨大なタワーに近づいてきました。この巨大なタワーには直径40センチほどの極太のケーブルが前後4本ずつかかっています。正面のタワーから橋全体にワイヤーがかかっているのが見えます。これらの極太ケーブルの中にはさらに細かいワイヤーが合計5434本も入っているそうです。そしてそれらのワイヤーは鋼鉄製です。この橋を建設していた1870年当時、鉄製は最も頑丈で橋作りでは必須でした。でも鋼鉄は新しすぎて危険とも考えられていたそうです。賛否両論、大きな議論を招くほどだったそうですが、ブルックリンブリッジでは当時の最先端技術をいくつも取り入れ作られました。そうした取り組みの結果、完成したブルックリンブリッジはなんと必要な強度の6倍もの強度を持つ橋になったそうです。そのため完成後120年が過ぎた頃に安全確認をしてもワイヤーなどには劣化が見られず、当時50年前に作った橋よりも100年前に作ったブルックリンブリッジの方が頑丈だと評判になったそうです。それだけこの橋を作った方々の特別な思いや熱意が込められているということなのでしょう。この辺りは景色も良いですし、橋のタワーと橋のデザインを形作っている太いケーブルのバランスが良いので、写真スポットの一つとしても有名です。大勢の方々が記念撮影をしています。ブルックリンブリッジは吊り橋なので、ケーブルやワイヤーが張り巡らされていて、まるでアート作品のようでもあります。またこの素晴らしい建築の美しさを眺めて楽しむだけではなく、実際に歩いて渡れるっていう特別な体験は大きな魅力ですね。巨大なタワーの近くまで来ましたので、ちょっとしゃがんでみるとこんな感じで迫力満点。ブルックリンブリッジ開通式典が1883年5月24日にあったのですが、セスロー市長はこのような趣旨でスピーチを残しています。美しく風格のある構造に最良の希望が膨らみます。ブルックリンブリッジを渡った人は誰もその感覚を生涯忘れないでしょう。この素晴らしい構造は地元の誇りに留めておけません。その栄光は人類に属しています。誰もがそれを見て人間であることを誇りに思わずにはいられません。このブルックリンブリッジ、最初にその設計をしたのはドイツ系移民のジョン・オーグスタス・ローブリングさん。シンシナティやナイアガラの滝に吊り橋をかけた実績を評価されたそうです。またジョン・オーグスタス・ローブリングさんは単なる建築家ではありません。ドイツ観念論を完成させ、近代ドイツ哲学を代表する哲学者であるヘーゲルの下で学んだこともあったそうです。
そのためブルックリンブリッジは単なる橋にはありえない、スピリチュアルな神々しさを感じる大聖堂にも通じる建築デザインが取り入れられているとも評されているんです。特にこの正面の巨大なタワー部分は教会や大聖堂でおなじみのネオゴシック様式の建築デザインです。巨大なタワー部分に近づいてまいりました。この辺りはちょっとした休憩エリアになっています。また歴史的な背景などについて書かれたプレートが巨大なタワーに埋め込まれていたり、周辺に設置されています。ローアマンハッタンの摩天楼、ワールドトレードセンターなどもここから大変美しく見えます。この巨大なタワーのあたりからは特に風の音なども聞こえてきまして、なんとなくまるで空を飛んでいるような気分もしてきます。あちこちには撮影している人もいます。ジョギングしてきた人、いろいろな人々が行き交う橋です。一つ目の巨大なタワーの先くらいから左手にマンハッタンブリッジがはっきり見え、さらにその先にウィリアムズバーグブリッジも見えてきます。イーストリバーに架かるこのブルックリンブリッジ、マンハッタンブリッジ、ウィリアムズバーグブリッジの3つの橋の順番はその頭文字から BMW と覚えると覚えやすいと言われています。ところでニューヨークのマンハッタンは周囲を川や港に囲まれた島のような地形になっています。左側がこのブルックリンブリッジなどが架かるイーストリバー、西側はハドソンリバーで、対岸はニュージャージー州、南はリバティ島などのあるニューヨーク港、そして北にはハーレムリバーがあります。そしてこのマンハッタンの大きさはそれほど大きくはありません。実は東京の JR 山手線の路線の圏内にちょうどすっぽり入るくらいの大きさなんです。そのためニューヨークのマンハッタンには車社会のアメリカでは珍しく、主なエリアを自分の足で歩いてテクテクとお散歩してたっぷり楽しめることができるという特徴があります。見てください、夕日が本当に綺麗ですね。このブルックリンブリッジ、最初に設計したのはドイツ系移民のジョン・オーグスタス・ローブリングさんとお伝えしましたが、実はこのジョンさん、ブルックリンブリッジの建設工事が本格化する前に事故死してしまうんです。そこで建設を引き継いだのがジョンさんの息子のワシントン・ローブリングさんです。ところがこのワシントンさんも軽損病にかかってしまいます。この病気はこの手の橋を作るときに必要な足場作りの作業中の気圧が原因で患ってしまう病気だそうで、下半身麻痺になり現場に立てなくなってしまったんです。そこで立ち上がったのがなんとワシントンさんの奥さんのエミリー・ローレン・ローブリングさん。エミリーさんは自ら工学を勉強します。橋の工事現場の監督と旦那さんのワシントンさんとの意思疎通を図ってブルックリンブリッジを完成させたそうです。すごいですよね。そのため当時の人々は最終的にブルックリンブリッジを見事に完成させたのは、最初にブルックリンブリッジを設計したジョンさんの息子のワシントンさんの妻であるエミリーさんのおかげだと受け止めていて、完成したブルックリンブリッジを一番最初に車で渡ったのも実はこのエミリーさんでした。当時最大の吊り橋がオープンするという式典にはアメリカの大統領やニューヨーク州知事、市長なども大勢招かれていましたし、開通初日には1800台もの車が渡ったそうですが、一番最初に渡ったのがエミリーさん、そして当時では非常に珍しく女性だったんです。これ現在の話だとしてもすごいことだと思うんですけども、なんせ1800年代のことですからさらにすごいです。ちなみにアメリカで女性の参政権を認める憲法改正が議会で可決されたのはブルックリンブリッジが開通した1883年から36年も後の1919年です。
そういう時代背景からエミリーさんが最初に橋を渡ったことがどれだけすごくって、またそこに対して異論を唱える者はいなかったほど、エミリーさんがどれだけご活躍したのかを伺い知るエピソードだと思います。そんなわけで、先ほど通り過ぎてきました巨大なタワー周辺の休憩エリアで見かけたプレートにはエミリーさんを称える内容も書かれています。中央部分くらいまでやってきました。この辺りからマンハッタン方面を振り返ると、高層ビルの摩天楼がとってもよく見えます。そして夕日がとっても綺麗です。ズームレンズ付きの一眼レフカメラで夕日の方の景色を撮影している人もいますね。これ何を撮っているのかというと、多分自由の女神様じゃないでしょうか。実はここからイーストリバーの先のニューヨーク港の景色も見えてくるんですけども、ニューヨーク港内にあるリバティ島の自由の女神像も見えるんです。かつて移民時代にヨーロッパからニューヨークにやってくる移民を乗せた船を一番最初に温かく出迎えたのがこの自由の女神様でした。自由の女神像はアメリカ合衆国の独立100周年を記念して、独立運動を支援したフランス人の募金によって贈呈され、1886年10月28日に除幕式をしたそうです。ということは、実はこのブルックリンブリッジが開通した1883年にはまだ自由の女神像はニューヨークにはなかったんですね。橋の下に夕日のオレンジ色の光を反射したイーストリバーの水面をゆっくりと進む船が見えます。右手にニューヨークの摩天楼、そのずっと先の方にちっちゃいですけど自由の女神様、本当にいい雰囲気です。それでは橋をさらに進んでみましょう。この吊り橋ならではの太いケーブルとワイヤーが張り巡らされた独特の空間、140年前に作られたと思うと本当にすごいですよね。足元は木製の板で、隙間が空いてるからものすごい開放感になってますし、巨大なタワーの上にある星条旗がバタバタとはためいていますが、やはり川の上ですので風が強いんです。そんなこんなで空を飛んでるみたいな気分になってきます。ワイヤーの上に少し登って記念撮影をしている方もいますね。だんだん2つ目の巨大なタワーが近づいてきました。ちょうど夕日のオレンジ色の光に照らされていい感じです。あそこに見えるのは結婚の記念撮影でしょうか。ウェディングドレス姿の新婦さんとスーツ姿の新郎さんがいます。
今日は天候にも恵まれ、きっと素敵な写真が撮れているのではないでしょうか。一方、ここからだと自由の女神像もよく見えるので、思わずじっと見つめてしまいますね。美しい景色と川の流れ、いくらでも見ていられるかもしれません。川といえば、皆さん美空ひばりさんの名曲、川の流れのようにをご存知でしょうか。昭和歌謡のレジェンド歌姫、このひばりさんの曲中に登場する川とは、このブルックリンブリッジがかかるニューヨークのイーストリバーのことなんだそうです。川の流れのようにを作詞した秋元康さんは、この曲を作詞した当時ニューヨークに住んでおりまして、自分の部屋から毎日イーストリバーを見ていたそうです。こうやって川の上にやってきますと、川の流れのようにの歌詞にあるような人生について改めて振り返るようなことを一人でじっくりと考えるのにも、ブルックリンブリッジは最適だなと思ったりします。巨大なタワーの麓は独特な雰囲気が漂っています。ちょっと名残惜しい感じですね。ここから振り返るとタワーの合間から見る摩天楼も美しいです。ここまで来るともうブルックリン側にほとんどついてしまっていますが、この橋自体はまだまだ続いています。どうやらこの辺りは写真スポットみたいですね。撮影している方々も多めです。夕日による自然のライティングもいい感じですので、素敵な写真も撮れそうです。なお、このブルックリンブリッジは現在では誰でも無料で歩いて渡れますが、1883年に開通した当時は有料だったんだそうです。料金は歩行者が1人1セント、馬に乗った人は馬と人合わせて5セント、馬車の場合は10セントだったそうです。非常に時代を感じる値付けとなっています。でも開通から約30年ほど過ぎた1911年には、当時の市長さんや市民団体の活動によって全て無料になりまして、その後も現在でも無料です。見てください、あそこの橋の手すりには白いワンちゃんが乗せられておとなしく座っています。そして一緒にイーストリバーの風景を眺める女性が一緒です。ご近所の方のかもしれませんね。多分毎日のお散歩コースになってるとかで、ワンちゃんも慣れているのかもしれません。どんどんブルックリン側へ入ってきていますが、まだまだブルックリンブリッジは続いています。足元も木製の板のままです。どんどん日が暮れていきますが、このブルックリンブリッジのブルックリン側の出入り口はダンボと言われるエリア。近年都市開発が進められ、夜間に訪れても安全な施設がいろいろできていますので、ご安心ください。そういえば、一番最初の頃にこの周辺エリアをブログで紹介したのは、今から15年以上も前の2005年のことでした。
当時コメント欄にこういう危ないところ面白半分で行ってはいけない場所というご助言をいただいたくらい、もともとこの辺りのエリアはあまり治安が良くなかったというか、人があまりいない倉庫街だったんですね。でもブログでご紹介した2005年頃はすでに再開発が進んでいて、子どもたちが遊ぶ公園とか廃墟になっていた倉庫はリノベーションされて、おしゃれなお店が入るビルになっていたりだとか、最近でもフードコートなどが入った施設などもできていまして、かなり発展しているんです。なのでもしかしたら30年ぐらい前のこのダンボのエリアを知っている方が、今改めてニューヨークのこのダンボのエリアを訪れると再開発ぶりにびっくりするほどかもしれません。気づけばいつの間にか足場もコンクリートになりまして、もうすぐゴールとなります。この歩行者専用の道、ペデストリアンプロムナードは最後どうなっているのかと言いますと、まだまだ直進できる位置ではあるんですけども、この先左側に一足早く地上に降りる階段が出てきますので、そこから降りてダンボに入ります。イーストリバー沿いのエリアへ向かうと何かと便利なんですね。自転車はそのまま直進です。そのため一瞬ここで自転車専用の道を横切ることになりますので、渡る際には後ろから来る自転車にどうぞご注意ください。ご覧の通りのような感じです。ここを進んでいくと階段が見えます。はい、ではここで階段を降りていきますと、ブルックリンのダンボになります。ここでこの階段だけ見たら、あの巨大なブルックリンブリッジへつながる階段とは思えないほど地味なんですけども、これも140年という長い歴史がある証拠といいますか、ものすごく古くから当時の原型のまま今も残っているため、こんな感じになっているんだと思います。なお、この階段を降りてすぐの場所にはブルックリンの見どころガイド的な情報を貼り出してあるボードがこんな感じで用意されておりますので、チェックしてみるとより一層楽しめるかもしれません。また割と結構この辺りでは頻繁に様々なイベントを開催していまして、特にアート関連のイベントが多い傾向があります。というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回のブルックリンブリッジを歩いて渡ってみた動画はここまでとなります。オレンジ色の夕日の中、イーストリバーの川の風に吹かれてリフレッシュしていただけましたら幸いです。ご視聴どうもありがとうございました。